なんか、ああ、最初のところはね、Yes、はい、No、はい、I receive、終わってよ、I got it、ああ、そんな感じで、Here、I'm got it, I'll still here、Here you are、はいはいと、ね、で、OK と、はい、何か、ね、はい、こういうふうにいろいろ書いてあります。で、この書き出しのところっていうのは、hard to believe one single word can have so many different meanings、ね、こんなこと言ってるね、一つの単純な言葉で本当にたくさんの異なった意味を持ってると、考えるのには難しいというふうなところです、はい、画像していきます。で、particularly、とりわけ、if it's burnt out、どんなんやったら、looks as innocent and demanding as high。はい、まあ今回のこれです。はいのような、まあ、イノセントは、まあ、無邪気なっていうか、今回は、そうだね、単純なぐらいの言い方になるんじゃないですかね。今回はね、これ完全に意訳ですよ。単純なっていう言い方でいいと思います。で、demanding を覚えて。demanding、これ覚えておいて。これ、厳しい。これは覚えておいて。demanding、厳しい。求められちゃうから厳しいなと。うん。で、and demanding だから厳しくない。で、いいです。and demanding を覚える必要は全くないです。demanding、厳しい。これを覚える。なら、大して厳しくもなく、単純な、はいというような。ワンはね、いきなり出てくるワンは人だけど、今回はもう文脈上言葉でしょうね、これは。とりわけもしそれが、はいというような単純で、ね、きついわけでもないような言葉だったらそうですよね。つまり、言いたいことわかります ?Yes, no, I see, got it, here, still here, here you are, okay, what?これ全部イコール、はいでいけちゃうってこと。はい。はい。ありがとう。って言ってるんだよ、これ。また最初の書き出し。全部の意味、これはいでいけちゃうよっていうところ。今回、福島大の問題だけど、まあ、昔これ使ってたのは、2018年ぐらいの筑波も似たようなのがあって、2018年かな。で、あってで、そこではなんかね、イギリス人は人生で100万回はいという、はいで全部いけちゃうみたいな、島国独特の考え方です。相手に対して含みを言うっていうのをはいで全部やるよね。みんなも分かっててもはいって言うし、分かんなくてもはいって言うじゃん。うん、私もいろんなところ教えてるから、分かったって学校生で言ったらってのかなとか思いながら、そんなもんで、難しい人生というのは。だから、はいって言葉で何でもいけちゃう難しさが出てる。This first impression may result from high's famous bad doubt put in the old response spelling of high and ie ってなってるわけ。今回、リザルト from だからね、しっかりそこは見てっていただけたらいいかと思います。ほら、あれだよ。リザルトは基本的にこうだったよね。先に原因があるときはリザルト、イン結果だったね。今回はフロムなので、先に結果があってリザルト、フロム、原因の形です。訳はこれを意識して、あとは文脈に合わすのが私はおすすめですね。だから原因があって結果。うん。だからこのような間違った第一印象をもたらすのはニョロニョロだからだみたいな訳の仕方をすればいいんですよ。はい。
間違った第一印象をもたらしちゃうのは、ハリが有名だけれども、で、退屈な。で、退屈な、まあ、パート、まあ、塊みたいな感じです。And all was was pairing はい and いいえ。はいといいえの、まあ、こうかかってくる。二択にしてしまうね、あえて。はいといいえの対をなすにするか。はいといいえの対をなす古くからある反応というふうな非常に単純な退屈な塊だからかもしれませんねっつって、だからはいといいえがあるから断るときはいいえ、肯定するときは、まあ、否定のときはいいえ、肯定のときははいだからはいだけで一通りだと思っちゃうけど、実際はどんな意味でもいけるよって言ってる。さてかなっていうところです。でもはい一種類しかないと思っちゃうねっつって、その後にでも違うんだよ、だから実際はたくさんの種類があるよってここまででは言う。 Just as communication involves a lot、 ここまでだよね。コミュニケーションでは多くを含んでいるようにやね。でも残以下があるから、モアザン、ニョロニョロ以上の形でいいです。イエス・ノーの問いに答えること以上の多くのことをコミュニケーションでは含んでいるよって言ってるんだ。まあ、理由のノでぐらいの訳の仕方でもいいかも、今回は。イエスノー以上の、イエスノーを答えること以上の多くのことをコミュニケーションは、では含んでいるので。それは、only a tiny bit of what highly can really do。それは、はいが、本当にすることができる本当にわずかな一部に過ぎないという。A tiny bit だから。わずかな、もう本当にビットことものでいいです。で、丁寧にやるよ。だから究極分解したら that is じゃないですか。that is こうだよね。それは、はいが本当にできるほんのわずかなものに過ぎない。はいができるほんのわずかなものって言ったら、その全文の answering yes no question だよね。yes no のクエスチョンに答えることは、はいが本当にすることができるほんのわずかな部分に過ぎない。言われると納得するんですけどね、読み取るのがむずいのよね。読み取りポイントとしては、とにかく英語の格っていう SVC とかにも慣れておくといいかな。だって主語と保護じゃん、 S イコール C が成り立つよね。やし C の内容が S で that っていうのは全文を指してるから、 Yes No のクエスチョンに答えることね、はいかいいえの質問に答えることは、はいが本当にできることのほんのわずかな部分に過ぎません。はい、具体的に言いました。となってくる。なので下線を答えるっていうのは、まず絶対にここはしっかり読み切る。で、妄想せずに聞かれてることをきちんと見る。一の具体的な内容を聞いてる。はいが本当にできることの本当のほんのわずかな部分に過ぎない。具体的な内容で、それはざっととイコールだから、ざっとは全部の内容。はい、イエス・ノーの尋ねる、イエス・ノーのクエスチョンね、質問に答えること、そこに回答は C って言うならば、あの一番最初の部分のここを入れてるわ。これは私は入れても入れなくてもどちらでもいいかなとは思います。
ここの部分ね、導入のところ。うん。はい。本当に多くの意味を持っている。ね、たった一語の単語が本当に多くの意味を持っているのが考えるのに難しいのところを入れて、回答さんはこんなことを言っているから、それは別に俺はどちらでもいいかなと思った。一応こういう言い方をしている。ただ角はこの後半の部分の、まあイエスのはいいいえでももちろんいいよ。はいいいえの質問に答えるというのはね、ほんのわずかなできることの一部に過ぎないっていう回答が作れたらいいかなと思ってます。ポチ、こちらですね。日本語のはいはさまざまな意味を持っており、イエス・ノーの質問を尋ねる質問に対する返答はその一部に過ぎないということ。まあ、あの絶対に回答を作る上で欠かせないのはこの部分ね。ここは絶対、ここまで取れば旧大点は何ら問題ないです。あとは大学がどう判断するかかな。ここは具体的をここまで求めるのか求めないのかっていう大学の裁量って感じです。ただどちらかというと受けてる子、まあ今は回答みんな見てるけど、やっぱりなんかこう妄想して外しちゃうっていう子がとの差をつける問題やから、ここが入ってるか入ってないか焦点じゃないわ。ちゃんと読み取ってざっとの内容っていうのがこの全文のところで、ざっと is だから s イコール c の関係性、つまりこことここは結局つながってるっていうので、こう書けるといい。よし、とにかく具体的なって書かれて、もちろん具体例とかがあったら入れるケースとかはあるんだけれども、あんまりブワーって書くわけではなくて、何が問われてるかっていうのを丁寧に見れるといいかな。特に二分形型っていうのはイコール関係が成り立つから、その主語の内容が指示語だったら絶対に同じものは前にあったりするから、そういったところからのつながりは見ていくといい。すっごい大事、文構造ってすごく大事だから。なので青色のところがしっかりできているは私は何の問題もないと思います。うん、何か気になるのとかあれば。そうそうそう、まあ結果欠けてるって感じにはなるんやけれども、だからだいぶ作り込んだなって思われてる感じ。だからこれの場合だったら多分ここを抜いてる方が受けはいいって感じ。ただこの子は読み取りはできてるって感じで問われる。あ、ちゃんと読めてはいて、ここまでは分かってるけど、そのせっかくざっと is だから、それっていうのはこうだよっていう、ここの関係性を見て回答に入れてほしかったなみたいな感じ。ちょっとなんかざっとどれかなと思ってしまって。そうそうそう、そういう悩みも出るよね。あればどうですかね。全体はい自体をすごく否定的な内容で捉えてしまう。多分文章の本質が読み切れてない感じが伝わってしまう。はいは本来はいだけでめっちゃ意味を持ってるが、からそれゆえにはいを本当にできることがここだけだと思ってしまっているというようなところが回答に入っていこうきた方がいい。インカムって難しいよ。インカムってちょっと大事。
文章は意外とやっぱ構造なんで、でもそう言われると確かにもうそうしかないなと思えるんで、なんでできてる？ダメだ、その範囲。はい。これちょっとやばい。でもうここ過ぎると2番はまあもう典型的なやつで、これね、はい。頭単語とかやね、はい。よいしょ。はい、likely 思うに its most important function lies in line はあるね、 line は必ずある、まあ背景とか背景とか存在みたいなもので使えて、物事の背景ね、本当の背景、ニョロニョロがあるっていう感じです。ニョロニョロにあるでもいいです、それはまあうまいこと文脈に落ちて、ドメインは領域、領域だわ。メイン領域。バックチャネリング。これ意外と今回一番面倒くさかったかな。相づち。おお。うんうん。Likely。まあおそらくとか思うに。おそらくのところ。It's most important function。その最も重要な機能は。日本人。における、あ、日本語の方がいいかな、まあどうしようもいい、日本語における相づちを打つという範囲、領域にあるでしょう。Together with its more casual peers and a couple of reasons. It occurs in high frequency of everyday conversations. まあ日常会話において非常に多い頻度で生じているのはね、カップルの間であっても、カジュアルな同僚の間であっても、そういったものが共に含まれていると。はい。Go on, I'm listening. で、続けて、今私聞いてるから、is what it says to the current speaker. 現在のスピーカーに対してそれを言うこと。はい。If not in so many words. 仮に多くの言葉がなかったとしても、相づちがあったらそのように伝わってるよっていうことが言いたいだけです。で、次です。Just how important this is can easily be understood when withholding your hand for a second during a conversation. はい。このことがどれほど重要か、簡単に理解することができる。何をしたら、when以下ですよね。withholding your hand.For a second, during a conversation. 会話の間のそのね、まあちょっとした間にしばらく、for a second, ちょっとした間にあなたの肺を withhold はニョロニョロを差し控えるとか、ニョロニョロを抑えるということです。普段あるものを出さないイメージです。 withhold 置いておく、控える、抑える。 for a second は for a moment と同じ使い方で、これでしばらく、1秒じゃねえぞ、しばらく。 for a second と for a moment とか似たような感じです。フォアセカンドの方が、まあ、よりその一瞬間はあるって感じです。はい。ね。会話の間しばらく、まあ、ちょっとの間、あなたの肺を差し控えれば、これがどれほど重要か簡単に理解できるでしょう。で、あと、at ease。不安になります。不安になります。はい。You'll be able to observe how it、ね、
会話の間にしばらくの間はいを言うのを差し控えると、そういったことを観察すれば、あなたの会話のパートナーがまあますます不安になる、ね、N は不調の意味でこう重ねて言ってる感じです。だからパートナー U でメイクだね。パートナーを不調にさせる、いきなり風邪ひかせないんでね、風邪ひかせないでくださいね。エロはまあ不安とか不調の意味合いで使ってて、そこにアットイズさらに重ねてます。 You are to is、 まあ不安にっていうふうな言い方です。だから会話ではい言わずにじーって見とってください。めちゃくちゃなんか嫌な気分になります。はい、なので、まあ、皆さんこの展開からも明らかなように、 IT の中身は青線引いたところです。で、これめちゃくちゃ典型的な国公立英文和訳型の問題で、もう2点しかないんだ。多分 IT の位置みんなわかるから、大体 For second と With hold がちゃんと訳できてるかどうかで点数つけるってやつです。これまあもうちょっとね、今どうしてもなかなかで、今から協定に入っていくから多分ちょっと2次ってやれないんだけれども、2次の勉強した人は分かるんだけれども、あの典型的な具体語がちゃんと訳できるかで点数をつけるという大学側が一番楽なやつです。だから with hold 分かってなかったら減点できるじゃん。 for second 分かってなかったら減点できるからっていう、もういっちゃん楽なやつ。みんなここは分かるけど訳できるかなって、だからそこはちゃんとサボらず訳をきっちり入れたらいいです。自分でこうだからと思って甘い日本語にしたくていいです、会話の途中に、まあ間でもいいです、当然間にで、まあ少しの間、少しの間、当然間に使ったら少しの間って言わないでくださいね。まあしばらく、会話の間にしばらくとかでもいいです。はい、はいというのを、まあここがはいはまあなんか優しくカッコつけていきましょうか。はいというのを差し控えること、これで OK です。まあ抑えることとか、なんかこう具体語をちゃんと使った方が、私は with hold 知ってるぜ感のアピールができます。受験は基本的にアピールなんで、ね、面接が仮にあったとしても面接で聞かれることは志望動機とかなんで、君こういう回答を書いたけどあれはどういう意図なんて絶対聞いてくんないから、この紙ベースで伝わるようにしてください。もうこれは受験の鉄板なので、そういうところがつかめるといいかなと思っておく。